俳優の山本水木33が撮影中に負傷した事故を受け、所属事務所が28日公式サイトにコメントを掲載した。同事務所は弊社所属山本美月につきまして、先日のドラマ撮影中の怪我の報道により、皆様には大変ご心配をおかけしております。現在は、医師の判断を仰ぎながら怪我の回復と、 本人の体調を最優先に療養させていただいておりますと説明。そして、たくさんのご心配や励ましのお言葉をいただきまして心より感謝申し上げます。本人も一日も早い復帰を望んでおります。今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げますと記した。フール u は26日に公式サイトで、山本と麻生由美、61、 が撮影中の事故により負傷したと報告。9月26日、木曜日午前11時25分頃、HJ ホールディングス、株、制作のオリジナルドラマの撮影中に照明機材が落下し、山本ずき山本きさん麻生由美、麻生由美、